その先ほどねその普通に実力があって飛び抜けて実力があるわけじゃないけれども普通にごめんなさい普通に合格をするのに必要なだけの力があって本試験特有の荒さに気が付かない状態で合格答案を書けば受かりますよって話をしたわけです。 おそらくこれが一番効率よく幸せな記述での合格の仕方なんです。普通に力が伸びてって、で、荒さに気づかないで合格答案を書いた。すごく幸せです。ところが、もう少し実力があって、もっと実力があって、で、そういう方でなんで点数取れなかったのっていうところになると、いや、だってこの問題、こういうところを にこう書いてあったんですよだから私はこれどう判断していいのか分かんなくなっちゃってで時間食ってしまいましたとかこれやすごく悩んでねここのところすごく悩んででだからあ判断間違えちゃったんですっていう人たちがいるわけです。でこれがねいや私この論点知らなかったから判断間違えたっていうなら対処は簡単であの典型的にはそれは論点に対する知識が足りないから卓越の学習頑張りなさいで終わっちゃうんです。 対処はすすごく簡単なんですこれに対して「いやだって本試験の問題こう書いてあったから私はこのように考えたんだ」っていうのが確かに言ってることもっともだとは思うんだけれどもでもね本試験特有の荒さに気づかなければ幸せに受かったし気づいたとしても対処の仕方を分かっていればねっ どう対処していけばどうなったのかっていう方法論をある程度知っていればそのスキルを持っていれば疑義があったとしても疑問に思ったとしても合格答案が書けたのにそこが足りなかったから知識があるんだけれども実力があるんだけれども一部足りなかったから落ちたんだっていう人に向けてどうすればいいのかをやりたいわけです。 だから、まず皆さんがこの本試験問題を解いてでどこを疑問に思ったか思わなかったかっていうところをある程度浮かび上がらせた上で聞いていただきたいということです。はい、いいですか？じゃあ、えー、中身に早速入っていきたいと思うんですけれども。えっとね、えー、こっちまず挙げてください。これです。過去問題集ですね。 あその一番最初の科目で第1回なんでいろいろ言わなきゃいけなくて申し訳ないんですけれどもあの通常ですねこのレックの。 え収録講義の中でこれ版書用紙っていうんですけれども版書としてですねえ黒いペンボールペンで版書に書くのは許容されてるんですね。でこれが最終的にこう PDF になってウェブにアップしたりもしくはあの皆さんがこれでえ画面でね見て分かるようになってるから版書っていうのは許されてるんですけれどもこれに対して基本的に 当,案当連だったら許容してもらってますが通常のインプット講座においてテキストに書き込んだりテキストにマーカーでチェックしたりってするのは本当はルール違反なんですね。ルール違反なんです。ただ今回はそれをしたいと思います。で何でかっていうと使ってる素材が記述の問題だから過去問だから。だから ここがポイントですよっていうのをどうしてもチェックした方が分かりやすいのでチェックしますでその代わりあのチェックする時には必ず言いながらチェックするのと画面見せながら大きく映しながらチェックをしていきますので、えー、皆さんもね、えー、もしよかったらその、えー、ここあこういうところがポイントなんだな。あのその 疑義があるポイントなんだなっていうのをですねチェックしていただいてもいいししなくてもいいですしなくてもいい自分がその疑義があるって思ったところについては同じようにやっていただいてもいいし、えー、他のところはやらなくてもいいということですねはいあの当連であるかのようにマーカーとそれから書き込みはさせていただきます。 では、でですすねねこの37ページです、ね、平成24年の試験問題の37ページこちらを開けていただいて中身に入っていこうと思うんですけれどもまずあの疑義がないところですね疑義があるようにもしかすると見えるんだけれども、えー、実は疑義がありませんでしたっていうところから見ていこうかなと思うんですね。今回不動産は 2つありましたー土地と乙土地別紙1のー土地と別紙2の乙土,土地です。で42ページに別紙1のー土地の登記録があるんですね。これが土地ってて呼ばれてま,すまあここはチェックしなくてもいいかと思うんですけど高土地。でもう一つ別紙2の乙土,土地っていうのがあります。でね この2つの土地管轄が同一かどうかっていうのを今回気にしました気にしました気にしなかったっていう方はそれでいいです。今回の問題管轄が同一かどうかは気にしなくても解けます。 あの管轄が同一なの複数の不動産に対する登記申請の処理がですね出題されていて管轄が同一かどうかを明確に気にしていく必要があるのは例えば共同担保の場合それから一括申請ができるかどうかを判定していく場合には同一管轄なのかそれとも管轄が違うのか。 っていうのが本質的にに問題になってくるわけですねただ今回の問題はです、ね、確かに不動産は2つあるんですけれどもあの証文の1から6を見ていただきますとですね、えっと、証文の1はですねまあ論述ってほどではないんですよね司法書士が何でそう判断したのかっていう理由を書きなさいっていうことになってるで証文の2が「公務土地について」 ですねえー、記載をしなさいと「高土地について記載をしなさい」で「証文の3」も「高土地についてです、ね、記載をしなさいと」とで「証、え、文、ー、の4」飛ばして「5」と「ログ」ですねでこれが「おつ土地について考えて書きなさい」と。 いうふうに言っていてで、えー、回答欄がですね不動産ごとにそれぞれ別個に分かれているわけですでまた今回ですね一括申請が問題になるような論点もありませんし共同担保もありませんですから管轄が同一だったのかそうじゃなかったのかっていうのは全く問題にならないそういう出題だったんですねだったんですただ あのもしねこれ本試験会場であれこれ管轄が同一なのかなそうじゃないのかなっていうところを疑問に思いで、えーまあ、これでパニックになるってことはないと思うんですけれども一,最初の一番最初のこう作りの荒いところですから分かりやすいところからにしようと思ってねこ,のこ,こから話をしてるんですけれどもその管轄が同一なのかそうじゃないのかっていうのはどこで判断ができるかっていうことなんです。 でこれレックの、ね、記述答連であれば補足事実や注意書書きの中にに明確に書いてます甲土地とおつ土地を管轄する何々法務局は、えー、何年何月にいわゆるオンライン指定を受けましたというような表現が多いんですけれどもこういう書き方をしてあればね甲土地とおつ土地を管轄する○○法務局はといす。 言ってるわけですから、どちらも同一管轄だっていうのがわかるわけです。じゃあ、今回のこの本試験問題はどう言ってたかっていうとですね。うんとですね。どこだっけな。補足事実だったはずなんですけど。補足事実の。 ででですすすねはいそうう、えー、ページでこう言ってます千葉地方法務局茂原支局は平成19年8月27日にいわゆるオンライン庁の指定を受けているよっていう言い方をしてるだけで、えー、この千葉地方法務局茂原支局っていうのが高土市と小津市の管轄法務局かどうか っていうのはここには書いてませんで、ただね今回この高土地と落土,土地の所在を見ていただくとどっちももばらしなんですねだから普通に考えればですよ普通に考えればあこれはどっちももばらしなんだから、えー、もばらし局っていう法務局が管轄してるんだって思っていいわけですいいわけです で、これがあの気になった場合でも、普通の実力の方で、えー、迷いがない判断方法なんですね。ただね、もしかすると、もう一歩先の話を知ってる方いらっしゃるかもしれません。あのまあ、もばらしはそうじゃないんですけれども。 えっと政令指定都市などにおいては、えー、ですね、一つの市の中に複数の管轄法務局があるっていうことがあるんですね。え、何も一つの市区町村ごとに一つの市町村ごとに管轄法務局が1個だって決まってるわけじゃありません。えー、法務局の統廃合が進んでますので、えー、一つの管轄法務局が複数の市町村をまとめて管轄する。 っていうことは多いんですねただまれに同一市の中でもですね、えー、管轄法務局が2つに分かれてるもしくはそれ以上の数に分かれてるっていう場合もあるんですですから、えー、茂原市なんだから茂原の市局の法務局が管轄してるんだっていうのは 実ははっきりそうだってのは言えないんですね。まああのこのモバラはそうなんですよ。モバラ氏はそうなんですけれども、どの行政区と法務局の関あの関係でも同じようなんだってのは言えないわけです。じゃあね、そういうことをもし知っていた場合に皆さんがあれじゃあ本試験でどこが出題されるかわからないからあまああの東京 神奈川千葉でで不動産作られれることが多いんですけれども、ね、別にそう決まってるわけではないからじゃあ東京千葉神奈川の管轄法務局が少なくとも目を通しておこうかとかできるなら全国の法務局の管轄を一度調べておこうかとかやる必要があるかっつったらないです。ないです。そんなことはしなくていい。じゃあえー、でもねこのようにそういう知識がある場合。 もう一歩先の知識を持っている場合に、これ本当に同一管轄なのか、どうなの、なのかな、どうなんだろうって疑問に思っちゃった場合。あの、おそらく今回これ。うんと、一括申請が問題になったり、それから共同担保が問題になったとしても。本試験はこの作り方をしてくると思います。レックだったら、必ず甲土地と乙土地が同一管轄だよ。 っていうのをどっかに明確に書いてあるんですけれども本試験だとそれを書かずに今回のように単に、えー、高土地と大津土地茂原市の登記録が載っていてで、えー、茂原支局はいついつオンライン指定を受けているよしか書いてないことがある。で、えー、一括申請だったり共同担保だったりが論点になった場合多くの受験生は「ああ同一管轄だよね」で解くはずなんです。でも もう一歩先の知識を持っていらっしゃる方の中には、いやこれ同一なのかどうなのか、ああ確実なことは言えないんじゃないかって思って迷う可能性があるわけです。で、そういうときどうするかです。そういうときにどうするかね。ここ見るんですよ。認証文言、四十二ページ別紙一。普通見ないでしょう。これ。 この登記記録に記録されている事故のこれ,これはかこれは登記記録に記録されている事故の全部を証明した書面であるただし登記、まあ、記録に「大津区に記載されている事故はない」って書いてあってその下に日付がある下に「千葉地方法務局茂原支局」って書いてあるじゃないですか。 登記官千葉太郎で認証印、まあ、これが電子印というかその黒で、ね、印刷されちゃうんですけど、えー、押されてるっていうのがあるじゃないですか。でこの書き方はこの茂原市のこの登記記録を管轄している法務局が、ね、全部事項証明書として発行した場合の書き方なんですね。 これね。あの今日本全国の法務局はもう全部ですねオンラインでつながってます。オンラインでつがってます。ですからどの法務局に行っても他のどの法務局の不動産登記も商業登記も全部データを引っ張り出すことができるんです。そこで例えば東京法務局に行ってこのモバラのね、えー、登記事項証明書 とまあ、いわゆる登記本本ですけれどもこれが欲しいと思ったら取れます手数料も一緒普通に手数料を払ってで東京法務局で、えー、この茂原の登本が取れるんですねただこのその場合には東京法務局が発行するんです東京法務局が発行しますでどうなってるかっていうとこうなりますえっとね正確には覚えなくていいんですけどカッコ書きで「 千葉地方法務局茂原支局が管轄しているよって書いた上でこの下に「東京法務局で」で、えー、の認証がなされますこういう書き方になってるんです。うちはここだよ認証した法務局この全部事項証明書を発行した法務局はここだよ。 ただし、うちの管轄じゃないよ、管轄はどこどこ法務局だよっていうのが分かるように書かれてるんですね。で、こういうふうになっていれば、これは管轄法務局ではない法務局が出した登記事項証明書だってことが分かります。これに対して、今回そういう書き方になってない書も書い,ちゃったんです書いちゃったんですけど、そういう書き方になってない場合には、これは管轄法務局が 登記事項証明書を発行しているってことなんですということはこの別紙1の認証文言から、えー、公土地の管轄法務局は千葉地方法務局もばらし局だってことがはっきりわかる同じように別紙にですねこっちを見てももばらし局がオツと地の管轄法務局だっていうのがはっきりわかるんですねわかるんです これがまあつまんない話ではありますけれどもこの一つ隙間を埋めたっていうこと一つ隙間を埋めたんだっていうことです。いいで,すであのく、ー、どいんですけど教訓になるんでちょっと意識しておいてください。今の話を聞いてね「あ,あいい話を聞いたよしこれを是非覚えておこう」 ってする必要があったかってことです。まあ、覚えちゃっていいんですけど簡単な話ですし覚えちゃっていいんですけれども、あのいつでもねこのことを記述問題を解く際に念頭に置いてで問題を解くべきかって言ったらそうじゃないでしょう。そうじゃない。そんなことしなくていいわけです。どこかに明確に管轄法務局がはっきりわかるような記載があるのであるならばですね。えー 例えば補足事実の10のところで高土地及び大土,土地を管轄する千葉地方法務局もブラシ局はっていうふうに書いてあるのであればもうこの認証文言を意識する必要なんかないわけですね管轄一緒だっていうふうに明記されてるから。それから今回の問題はあの管轄がが同じじなななののかかそうじゃないのかを意識ししくても完全に問題が解けましたですから今回の問題でもやっぱり意識する必要が ないわけですでこのことを思い出してほしいのは本試験の問題を解いた時にね本試験の問題を解いた時に、えー、他の多くの受験生はこんなところ気が付かずに単に、えー、補足事実の中で茂原支局はって法務局が示されており で高土地と乙土,土地を見たときにああ茂原市の不動産なんだねっていうところから管轄一緒でしょとしょとか思ってないでそれで問題が解けるはずなのに皆さんがあれこれ本当に管轄同じなのかな管轄が同じなのかそうじゃないのかで処理の方法が例えば共同担保だから違うのになと思って。 どうしてもそこに引っかかって分からなくなってしまった時こういう時だけ対処の方法としてああそういえば認証文言を見れば分かるんだったよねというふうに思い出していただきたいわけです。いつもこれを意識して解いてくださいというのではなくてそういう時に本当にどうしようもなくなった時にだけ思い出してほしいそれが隙間を埋めるんだってことです。 つまんない話ではあるんですけれどもあの場合によってはここで本当に引っかかって処理の方法を違うんだけどなどっちが正解なんだろうと思って例えば5分10分悩みずっとそのことが引っかかりながらこの後の問題を解くそこで判断がですね全体として判断の時間も足りなくなればあ意識がこっち向いちゃってますからどっちなんだろうと向いちゃってるからその後の精度が下がっっちちちゃゃゃうで場合にによっては商業登記がめちゃめちゃになっちゃう。 で実力があるのに残念な結果になっちゃうっていうのを回避できるんですねだからもしかするとここがウィークポイントになる人が皆さんの中にいるかもしれない。でこの話をすることでそのね、えー、聞いてなければあー残念な結果になりそうなところを持ち直せるかもしれないと思うからお話をしているわけです。 多くの受験生に向けて絶対これ必要な知識だから覚えておいてねって言ってるわけじゃないっていうことですだから皆さんがあのいや私はこれ多分本試験会場であれこれ同一管轄なのかなどうなのかなと思ってもおそ、えー、らくあ両方もバラシなんだじゃあ同一管轄だよねと思ってスルーできるそのまま普通に解けるって思ってる方はこの話忘れちゃっていいです 忘れちゃっていいです。いいですか。あのえっとね、えー、大事なのはね大事なのは合格点を取ることであって満点を取ることじゃないです。で合格点っていうのはこの試験においては皆さんご存知のように相対評価で出てくる点数なんです。絶対評価で80%取ってくださいじゃないでしょう。託依も記述もね。 不動産登記0点で合格者の年だってあったんですあれ平成20年だったと思うんですけれども、えー、そういう年もあるんです。試験問題の作り方によっては多くの受験生が本当にめちゃめちゃになっちゃってで点数が出なかった年もあるでそういう年は合格点がガンって下がってるんですだから皆さんが意識しなきゃいけないのは合格していく受験生が素直に解いているのに自分だけ 引っかかってしまって思考停止になってしまうっていうことがあるならそれは何とかしないと厳しいですよっていう話なんですでも多くの受験生が引っかかるようなものについては 失礼多くの受験生じゃない多くの合格者合格できるだけの人たちの多くが引っかかっていくものについては自分も引っかかってもマイナスになりませんもちろんできるならプラスにはなりますけれどもそれはすすごく大変ですあの受かっていくのに本当に効率がいいのは合格レベルにある人たちが取れるところを自分もちゃんと取っていくってことですすここれれででで受受かかるわけですこれで受かります。 いいですかねだからこのウィークポイントのところもあの最初なんで本当に区切りさしておきますけれどもああいつでもこれ覚えておこうじゃなくて自分のウィークポイントにな,るなりそうだったら覚えておいてねでもいつも意識するんじゃないですよその上で本当にどうしようもなくなった時にだけ思い出してねっていうことをやるわけですからね。はい、で、えっと、これはあの簡単な簡単なというか実はあの疑義ですらないえー ものでした。作りも荒くはありません。荒くないです。荒くないです。特に疑義はないです。ここは疑義はないんですね。でね、えー、疑義があったのはですね。うんと。三十七停止。これね。日本語なんですけど。 1> 第1段落から第4段落までやって「なお」のところねで最後に「以上に基づき後期の問いの1から問いの6までに答えなさい」って言ってるんですね。でこの時のね第3段落の同日なんです。このの日付がいつなのっていうことです。であの 登記申請を行った日なんですけどね登記申請を行った日なんですけど私はこれ実はこの問題一番最初に解いている時回答速報に向けて解いている時に申請日は5月12日だと思ってましたこれ問題を解いている時一番最初はねあ,あ5月12日の申請なのか変な変なのというかすごい早いねって思ったんですけれども その後全部解いてみて、これどう考えても5月12日のはずがない。6月29日でなければ、ああ6月29だよね。うん、そうですね。6月29日でなければおかしいぞっていうふうに判断を修正したんですね。これは作りが荒いところです。あのー、受験生の方に聞き取り調査をした結果。 えどうでしょうね正確なその数字で残ってるわけではないんですけれども、えー、10%から20%くらいの受験生があれこれおかしいなって思ったようです。で、えー、どういうことかっていうとねちょっと第一段落から読んでみたいんですけれども第一段落はこう言ってるわけですよ。平成24年の5月11日に 何が起きたかっていうと司法書士ホーム花子は民事太郎から不動産登記に関する相談を受けたとでこのようなです、ね、事実を聴取するとともにこのような書類の提示を受けたというのが5月の11日なんです。5月の11日に司法書士のホーム花子が民事太郎から相談を受けて事実を聴取してで書類を見せてもらいましたというのが5月の11日に起きたこと。で 次の第2段落で司法書士ホーム花子は翌日つってるわけです。5月の12日関係当事者全員に対して説明をしたとで了解を全員から得ましたこれが5月の12日でさらに5月の12日にこういうこともやってます司法書士ホーム花子は別紙389の書類を準備してください。 それからまあ遅くともうなんでしょうねえ6月の29日までに必要な手続きを終えるように依頼したこれは5月の12日に起きたことなんですいいですかえっと第一段落はこれはすべて5月の11日に起きた出来事ですで第二段落はこれは 全て5月の12日に起きたことなんですで第一段落に最初にね24年5月の11日って示されてでその翌日に第二段落でこういうことが起きてますよって言ってるわけですから第一段落は5月11日に起きたことであり第二段落は5月12日に起きたことなんです。これが国語でしょ 日本語の文章を素直に読んだ場合でしょそうすると第三段落同じように考えれば第三段落で起きたことまあ最終的には登記申請なんですけどこれはね同日っていうのは5月12日に起きたことに見えるわけです。5月11日日がまず一番最初の日 で第2段落が翌日起きたことで第3段落が同日起きたことってちゃんと読めば5月12日に登記申請をしているようにしか見えないわけです。ただねこれ5月12日の登記申請ですとそのまあ 遺留分減債の登記と名変陶器これは申請できるんですけれども共有物分割の登記ですねこれがねあの農地用の許可がまだ下りてないんですよ時系列ちゃんと作っていくとで物件変動生じてないんでこれ登記ができないでそうすると共有物分割による交換これが これも申請できるかどうか、まああの申請すれば通ると思うんですけれども、申請できるかどうかっていうのも微妙になるんですね。少なくとも遺留分減殺と名変登記、これは申請できます。で、えー、申請できない、はっきり申請できないのが、えー、共有物分割による持ち分移転登記なんですね。で、そういう出題を出題者は意図していたか。 いないでしょってしか思えないんですね回答欄の作りからしても。申請日ははこれは6月の29日に全部終わっ,た日なんだっていうふうに読むのが出題者の意図に沿うんです。でだからここで言ってる「同日」っていうのはねこの日なんですよね。 第二段落で司法書士ホーム花子は翌日こういう当事者に説明をして了解を得た上で6月29日までに必要な手続きを終えるように依頼をしたと言っている6月29日までにしてくださいねっていう期限を切ったこの日と同日って考えるこれが 問題全体を通して考えた場合に出題者の意図に沿うそういう判断なんですねそういう判断です。